今、足場が少しずつ解体され、加賀温泉駅の名前がはっきりと見えるようになりました。北陸新幹線の敦賀開業までおよそ2年半、準備は着々と進んでいます。温泉街の風情を感じさせる、弁柄格子の装飾が特徴の JR 加賀温泉駅。この後内装工事に入り、来年9月には駅の建設工事を終える予定です。こうした中、加賀市を訪れたのは、おはようございます。名前が加賀つながりで、加賀温泉郷の観光大使を務める人気アイドルグループモーニング娘 2-1 の加賀楓さんです。新型コロナで深刻な影響を受けている加賀温泉郷の PR のため、メンバーの石田あゆみさんとファンクラブの開放誌に載せる写真撮影に臨みました。常々湯気街道が大好きだっていう話をいろんなところでしてるんですけど、絶対石田さんも好きだと思うんですよ、ね、食べ物が本当に美味しくて、あ、最高だね、はい、多分ファンの方には言ってるかもしれないですけど、なんかメンバーにあんまり言ってくれないんで、もっと言ってくれればいいのにっていつも思ってました。あ、そうだったんですか、うん、自分の中では結構言ってるつもりだったんです。あ、じゃあ、いや、あの、やっぱその、なんでしょうね、喋るのがね、ちょっと苦手でね。じゃあ私そもそも喋るのがちょっと苦手なんですそう、だから今日は一緒に私も体感したいです。加賀温泉郷は今月1日からモーニング娘 2-1 などが所属するハロープロジェクトとタッグを組み、市内の飲食店を巡るスタンプラリーや限定コラボグッズの販売、ファンクラブ限定の宿泊プランなどを用意しています。数百件の申し込みいただいてます。地元でいろんなものを買っていただいたりとか協力していただいて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。北陸新幹線敦賀開業に向け、温泉街と人気アイドルとの異例のコラボで全国に向けた PR 効果は抜群です。ハロープロジェクトのファンクラブと一緒にっていう企画が初めてなので、私もすごく嬉しいですし、やっぱこれを通して地元の方にも、ファンとハロープロジェクトのファンの方にも加賀温泉郷の魅力をたくさん知っていただければなと思っています。今回撮影された写真は SNS で発信されるほか、来年1月にファンの元へ届けられます。